はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて本日は福岡県八女市にございます、こちらビーム八女店さんにやってまいりました。早速今日は抽選の方こちらです、7番でございます。まあ、関東関西中部と今5連勝してるわけですけれども、九州に帰ってきてこの福岡で連勝止めるわけにはいかないなと思ってますし、最高記録7連勝を超えるためにもまずここ連勝を伸ばす街道日記にしたいなと思ってます。それでは審査の街道日記第415話よろしくお願いいたします。入場開店始まりますよ。第415話、さあ行きましょう。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます。さあやってきました、こちらがビームやめ店さんです。ちょうど開店の10時ですね。はい、7番目の入場、実はまだ機種を決めきれてないんです。朝一目に飛び込んできたのはセンコレ2ですね。朝一センコレ2を抑えます。で早速打っていきたいと思います、よろしくお願いします。早く面白い。さあこちらはコレス管理会できまあ、会談できで朝から打つというのは久しぶりですけれども、ここまで第409話から5連勝という中でその全て違う機種で勝ってきてるんですよね。なので今日も朝一はその今連勝している中で打った機種以外を選ぼうという気持ちもありました。さてゲーム数は開始100ゲームになりますが、シュラモード突入はここまでまだありません。鬼ヶ島ダレンジもありませんので、今のところゲーム数イコールコレスという状況です。118ゲームというところでシュラモード突入です。今日最初のデッドステージです。まずは朝一早いコレスでの当たりがあるかどうかです。参戦したのは上杉謙信まで、そして小田信長ですね。まあ最初のシナモード1当選に期待が持てるという感じではないですけれども、どうです、いかがでしょう。はい、AT 飛行船です。コレ数が現在136コレと128コレをまたぐ形でのシュラモードとなりました。チャンス鬼ヶ島チャレンジの海に大きく左右されますけども、当たるまで行きましょうかね。朝一は当たるまで、まあ最終コレスもわからないですし。豊臣の造船技術は天気でした。強気ないだろうと予想してるんですけれども、なので今表示されているコレスと実際のエンディングのコレスというのは違うと思います。この氷の壁どの辺が厚いかというのははっきり見えないので、まあオリジナルを聞いてそこで一気にエンディング当選という流れがもちろんいいですよね。ここは3回目の鬼ヶ島チャレンジで突入します。現在576コレです。
最終リコレ鬼ヶ島チャレンジ中の駅当選となります。はい、そしてゲーム数が384ゲーム、投資がちょうど500枚目での世界制覇ラッシュ当選です。それではいきます。まあ500枚で当たったんで良かったと思います。さあ1セット目はアフリカステージスタート。魅力はケーブルクリックカードの AD でありながら高順当のゲーム数上乗せ型ですから、まあケーブルが乏しかったとしてもしっかり乗せれれば大きな確信には十分期待が持てます。ドライブが壊れるのか参戦できないのか。さあここはロックがかかってレアガチです。対戦いいでしょう。土曜日の徳川家康まで行きました。確定です。三重ゲームの上乗せ、そしてラボニアンドライブ1セット目、強チャンスでいい仕事しましたね。いきなりもちろんここは7揃いでストック単発回避となります。できませんでしたけれども、残りは再び30ゲームとなってます。1セット目さあここはカットインも期待できますよ。赤7ドローで単発回避を決めれるか参ります。はい、これでダブル呪い、ダブル呪いです。まずはこれで単発回避、そしてゲーム数の上乗せが100ゲームいただきました。ダブルゾロイです。いや気持ちがいいですね。これで AT 残り120ゲーム、そして素晴らしい楽曲が流れます。いやいい1セット目を消化できてるんじゃないですか。これはそして残り100ゲーム以上、そしてセット継続も発生してますから、まあ、まずは最初の AD で最初の AD までに投資した分を上回るということはもう間違いありません。よかったです。やっぱセントラ面白いな。これで AT が終わって92ゲーム、これ数は現在174これとなってますが、
800枚の持ち込みをどう使うかちょっと一回考えます。さあビームやめてんさん久しぶり来てますけど、500枚の投資から900枚ちょっとの獲得、プラス分は400枚ちょっとですから、そんなに余裕ですという状況ではありません。で、まあ、ゾーン系の機種ですから、もちろん AT が終わってゾーン抜けたらどうしようかなってなりますよね。今800枚ぐらい持ち込みがありますので、まあ、これをあの台で続行して使うのか、台を移動してもう違う勝負をするのか、ちょっとここは一回考えるところです。どうしようかね、悩みますよね、悩みますよね。まあ、ゾーン系の騎士の宿命ですもんね、ゾーン抜けてどうするか。ただ先行率に関しては鬼チャレがあります。鬼チャレがあるので、まあ、これ数が深くてもゲーム数は浅かったということも考えられるんですよね。特に今日レア役引けてますから、2,300 ゲームの消化でもしかしたら天井近くまで行けるかもしれないし、しばらく続行しましょう。戻ります。これ数だけを見れば800これを超え、やっぱハマってるように見えますが、ゲーム数は現在387ゲームです。もうチャンス目、ここは再びボディチャレのチャンス。これでもう次の AT 当選までに通過投資をすることはないと言えます。まあ大丈夫でしょう。さあここも反転となるそうです。835これ、まあ、ちょこちょこ鬼チャレ入ってくれてるおかげで413ゲームに対してすでに835これ、そしてここから落ちてしまったり、もう当たってもいい頃ですね。どれぐらい加算できるかです。55これです現在。ただもう持ち込んで次のエンディにたどり着くことは間違いありません。最大でも999これですので、もうすぐです。これ数が960これですから、できれば鬼ヶ島レンジ中にエンディを掴みたいですね。ゲーム数は430ゲーム。ちょっと減らしはしましたけど、まあ、持ち込みがまだ300枚ぐらいは残した状態で当たったので、ここはよくオリチャリに助けられたという感じですね。いきます、2回目の世界制覇ラッシュ。アジアステージスタート。ロボニャンドライブに期待します。アジアステージはセクトスを乗ったいです。20ゲームのもので、まあまあ着チャンス目から良かったと思います。できればこの中で赤タラドラ欲しいですけどね。テーブル出産なんですけど、
想できるのは2つなんですよね。成り上がりタイプのテーブルと、まあ、1セット目を超えれば世界戦確定するっていうテーブルもあるので、ここ7ドロー行ったら多分世界戦はできると思います。僕は後者を予想してます。レバーを叩いて波が出てない瞬間というのはドキドキしますね、こういう時。あーと2段リリーでグリグリ来ました。さあチャンス目、ロボニャンドライブのチャンスです。さっき成り上がり系の手についてますから、このセット乗り越えたら熱いんですよね、このエンジン。ロボニャンドライブが欲しい。さあ1セット目、アジアステージは継続率が低いだろうと思われるセットですけど、乗り越えたい継続バトルです。チャンス、その程度で私に挑む。2回目の世界線嵐は1セット180枚で終了です。うん、まあ結構こう熱くなれる1セットでしたけど残念ですね。ただ持ち込みがこれでまた500枚ほどにはなったので、趣旨的にはまた振り出しに戻ったような状況でございます。まあ、終了画面では特に天国地図も出ていなかったので、もうさすがにここは負荷を置いて持つかなと思っています。128これまで様子を見てどうするかは考えます。早く面白い完全に上位ですけど、はい、これで2回目のエントリーが終わって133、これ133ゲームというところですけど、500枚の投手に対して持ち込みが300枚ほどとなっております。さすがに2回目のゾーン抜けてますからね、ここは考えます。ちょっと他のコーナー見ていきます。さあここからどうするかですね。持ち込みが300枚ぐらいあります。投手は500枚、もう先行列はやめようと思うので悩んでますけど、おきどき、まだ今日初当たりは1回のみと、168ゲームでやめられているおきどき、その後ろにはバジリスク、キープナー、まあ、この辺りかなと思ってます。そうですね、ちょっとおきどき勝負してみましょうか。おきどきいきます。もう打つ術がなくなった。おきどきで飲まれ追加投手を行い、マイジャグ2で追加投手を行い、北斗ともで追加投手を行い、最後はキャプテン翼で追加投手を行い、結局総投手は今日は1500枚です、交換はゼロということで負けてしまいました。途中で迷走しましたもんね。何を打とう、どうしようって、AT 機かな、 A タイプかなみたいな、もう最後はパチンコかな、スロットかなみたいな、もうその後は帰ろうかな、やめないどこかなっていう、まあ、勝負っていうのは常にこういろんな選択を迫られますよね結果的に負けましたけど、非常に楽しいカイドリック実戦ができたと思います。まだまだ次の節目までは、実戦回数ありますので、この今まで来た411話からのプラス分だけは失わないようにやっていきたいと思います。以上、シーサの街道日記第415話でした。アローズスクリーンみたいですね。どれが誰ですか。みんなかも。みんな並んで帰ってますよ帰れってことでしょ。
次回の街道日記は、惜しくも連勝を逃してしまったシーサ。気持ちを新たに、朝から向かった先は、次回、シーサの街道日記、第416話、ロイヤルな一日。次回もよろしくお願いいたします。TTube、人気のパチンコ、パチスロ動画が無料で見られる。スケジュールをチェックして、人気ライターの来店情報を受け取ったら、番組収録を見に行こう。完全無料。今すぐダウンロード。